まあ本当はおよいちょっと言いますけど、はい、来週スロースさん来ますあそゲストにそうなんですよねじゃあ普通<の>来週来ない来週も着る <laughs> いや別にいいけどまあ来週も来てくれりゃいいけど日常も着るよ いやいや日常いやでも本当にねかっこいいよあの一瞬なんだこれと思うけどスロースさんとか着てるのを見ると本当にねやっぱかっこいい感じこういうの本当に今流行りというかそうそうそうスロースさんよく着とるよなそうそうそうミュージシャンの方とかラッパーの方とかこういうデザインが多くてまあこれはねこれはちょっとねしかも僕が着るとだからし僕が着ると二個あることになっちゃうから同じ顔がねなっていうことになりますがまあこの T シャツもトーテムポールみたいなちまなそんなにはなってない二個しかないんだから別に 低い低い全然うまくない例えだな <laughs> <laughs> これだと思ったけどないや全然ですよ疑ってくださいその感覚を <laughs> <laughs>、あのー、T シャツも販売してますんでね、はいえー、僕のツイッターでもリツイートさせてもらってますし、まあ、スロースさんのツイッターとかから見てもらえればそれ見たらええかもな <ん>それはそれでもう勝手にデザインしてくんな <laughs> 立ち入ってくんなスロースさんの方にじゃあもうちょっと先に説明させていただきますね来週ですね、はい、ぶち出しに久しぶりゲストでスロースさんが来てくださいますーム。本当に来てくださるということで、えー、来週はです、ね、人間のくせにのコーナーを行い、はい、ソルジャーの皆さんの妬みそネみヒガみがあふれるリリックをスロースさんに聞いてもらいます<え>急に寄せてきたな <laughs> ああ そういうことね。<laughs> そういうことね。はい。<ー>ええー、またスロースさんへの質問も送ってくださいと。<ー>えー、投稿は動画の詳細欄の URL からフォームに入力してお送りくださいと。聞きたいことパワるよな。あります。のまあまあそうですね。うん、ただスロースさんのチャンネルの方にも僕今度出させていただくというか、うん、それもありまして、そうなんでしょう。あの昨日行ってきたんですよそっちの方には。それも来週のブチダチと同じ時間に公開なんで両方を見てほしいんですけど。うん 見るそうそう、ぜひ見ていただきたいんですけど、き昨日スロースさんに僕も会って、いろいろ話してたんですけど、本当にブチラジが好きで、もう YouTube のやつは全部見たから、今、ポッドキャストでで聞いいてるらしんすよ2週目ってことでいや、YouTube って途中からしかないんだよ、みんな忘れてるけど、まあ、そういうことか。ポッドキャストはシャープ1からありますから、YouTube に載せ出したのって、割と最近なんですよ、実はね。 ひどいいやつっていうかただシャープ1から聞いてるからど,うどんな感じですかっての全然違いますかって聞いたらいや、マジで全然違いますよみたいなど,どんな感じですかっていや河本さん、マジひどいっすよみたいななってあのいやあの本当にすごい成長してますよみたいなこれでも成長してんだと思ってそのマジでやばいってさすがのスロースさんもムカつくんだってもう。なのは妨げるは もう完全だってしょっちゅうオクラになっとったもんねそうそうそう今思えばね、うん、だこんなんでもうあれもついとったしな、あのー、い,い,いいマークも。 いああまあそれは未だにたまについてるよそのついてるかお前のせいですよ <laughs> <laughs> なんでまあせその腹立つぐらいらしいですからそんなにそっから全部聞いてくれて今2013年ぐらいまで聞いてくれてるって言ってましたから結成が9年ぐらいか8年か結成は関係ないよあんまり別にぶちらジの話なんだからそうだろなんあいやだよあれこっちのミスみたいにしてきてんだよ <laughs> こっちのミスみたいにすんでも関係ないだろお前ちょちょ僕は言ってねえよん <laughs> で振り返るとき結成から振り返る必要があるんで ブチラジま始まったのがね2011年とか11年か2年後かタイタン入ったのが2年後だもんな結成してから違う違うもうどういうことでタイタン入ってたの2010年ですけどねでしょ8年じゃないですか結成はだからいいよその振り返り何の意味があるんだよ結成から数える必要ないだろお前だからんで僕に言ってくんだよ僕のせいみたいにすんなでスローズさん来週来てくださいますんでねぜひお楽しみにという話になってしまったんですが本当はもっと先に言わなきゃいけないことといいますか時期的には m 1グランプリをやっておりまして え先日3回戦が終わって、はい、え無事準々決勝に進むことができましたああかったありがとうございます,い,ますいやこっからですけどねこっから M ですよ M 本番が始まりますから、ね、<laughs> いやいや M 本番っていうから夏本番みたいに言ったけど <laughs> いやいや全然誰も思ってないですよ夏本番みたいに言ったなんて誰一人思ってないですよ <laughs> これを聞いてる人ここにいる人すべての人がそうですか <laughs> 誰も多分思ってないですよずれとるなやっぱ俺、うん、もうだから今すぐ早急に帰ってくれその感覚をね奇抜じゃな俺 いいいいやや奇抜でではないですあと声も小さいし <laughs> いや夏本番 M 本番とは言いますけど3回戦も別に十分本番ですからまあねまあねじゃないんだよそうですよね,そうですよねじゃなくて、うん、あの3回戦ね、まあ、受かりましたけど、うん、これギャオで、うん、あのおそらく動画配信またあるんであるんですかありますもう流れ始めてますから多分これがぶち出し流れる日ぐらいには僕らの日も流れてると思うんですけどあああのぜひ見てください冒頭部分ね じゃないんんだよよバーのネタをやったですよもう準々ではおそらくやんないからいいですけどバーのネタをやってその、まあ、僕はバー行ったことないんですねって言ったらお前がそのじゃバーのマスターやるんで入ってきてっていうバーのマスターをやるっていうところを「まあの」「<laughs> まあのマスター」って言ってますからね。その微妙に だ僕もすごい迷ったんだよこいつ「まあ」って言ったと思ったけどパッて客席見たけど笑ってはないし噛んだみたいな気づかれてはない気づいては今ちょっと俺でもちょっとクスって聞こえたよそうだろでも尺もあるし結構ギリギリまでね当然ね3分で強制安定になっちゃいますからそこで余計なとこやるのもと思うし露骨に噛んでるほどではないしなし まあって言ってるけどまあそのまあだとしてもバーだろうなっていう流れではあるじゃん <laughs>、うん、バーの話してるしかるか、ね、前後でね、うん、すごい迷ったけど完全にまあって多分言ってますよ、ね、言った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 って思った <laughs> <laughs> だからマスターが先に来たわけでしょ要はそう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 もうひどいよなそのボケでなちゃんとしたそのまあのバスターだっていうボケはありそうじゃん <laughs>、うん じゃなくそのバーのマスターなんかちょうどつまんない <laughs> <laughs> ちょうどつまんないいやいやボケてないもんだってそれいやだだから避け困るんだよ <laughs> それが言えなかったもん何が言えるんだよバーのマスターも言えずにだってしょうがないんじゃないか、まあ、もうやだな <laughs> もうここで解散しようかな準 <laughs> 々決勝前でもう <laughs> まあなんとかね受かったんでとりあえずよかったですからああ,あーじゃねえよ <laughs> 態度悪いな、えー、今後もね応援していただいてなんとかねそうですね、はい、頑張りましょう頑張っていくしかないですこっからですか結婚しましたからねいやいや関係ないですよ全然それはうどうしたんですかちょっともうじゃ一人でやるわ僕もう今<日>静かにしといてくればもううっとしいから3回戦やるに向けて <laughs> 先週言いましたけど、うんうん 対策ライブをやったじゃないですか一応本当に急きょ k ケ p r o さんに場所借りて m 1 3回戦に向けた対策ライブを我々ウエストランドと猫に鈴旧まんじゅう大帝国のタイタンメンバープラス土佐兄弟とさすらいラビーとマリオネットブラザーズの7組で対策ライブやった回もあって受かったんですけど気づいたんですけどあのライブに出た人僕ら行け全員落ちたんで。 そんんななのあるいやほんまになマジでやばいであのー、運よくスケジュールの都合で出れなかったダニエルズはとんだよ <laughs> 完全なる呪い井口の呪いだななんで結構いい呪いがあるということで今度また準々決勝に向けて対策ライブやります我々にとっては縁起がいいですから,、ね、から対策ライブをや,りやりますい、ね、聞いてくれやるかどうかはまず <laughs> あやる対策ライブをやります それでだから目星いい人呼んで呪いかけて呪いかけてるわけではないけど和牛さん呼ぼう和牛さん単純に来てくれねえんだよ18日19が準々決勝の日なんですけどその前の日18日に前の日の夜ライブやりますんでまたちょっとツイッターとかで告知しますんで多分これが流れてる頃にはもう告知してると思いますけどそれやりますんでまあ ちょっとねこの間出てくれた人は全員落ちちゃったんで、うん、あのもう呼ぶことはできなくなってしまったんですけど縁起は悪いよないや申し訳ないだからちょっと内緒にしとかなきゃいけないっていうのもあるんですよ不全とかないとね前回のこと、ね、そう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  <laughs> ゲストに呼ぶ人が来てくれなくなるんでんまあストレッチズは確定だろうな ああストレッチーズとかいいですね、呼びやすいし、ちょっと勢いあるから、なんでそんなライブもう、絶対やるな <laughs> いや、でも本当にみんな、ちょっと協力してくれる人もいると思いますし、うん、あの豪華なメンバー集まると思いますんで、うん、まあ、もうね、準々決勝進出者ですからね、そうそう、ただ集まるかちょっとね、準々決勝進出者だとなると、なかなか忙しい方も多いんで。まあそうそう 来てくれるね。まあなんか失礼でそんな感じそんな感じで名前あげたら好きじゃけいやいやまあ好きかどうかはねありますけどちょっとまあメンバー出たいっていう人いればあのね協力していただいてこれをご覧になってる方これをご覧になってる方ではないよここで募集するわけではないそういもう全然関係ないエルサラさんとか出てもらうとかまあまあ別にいいんですけどねライブなんでマシンガンズさんとかいやいやお前がもう好きなやつをただ集めてるだけだろお上手さんとか別件でやれよライブじゃ面倒んどくせえもん ふざけんなもうやめてしまえいやライブやるんだったら飲み行くわいや全然違うもんでそのか同じやつじゃないから同じ土俵じゃないからそれはなかなかやっぱおっさんすぐ帰るけんな最近ライブ終わってもないやいやそれはみんなもそうですよみんなやってるんですよちゃんと封筒さんとかもなかなか会うけど封筒さん会うたらほぼ飲み行くがいや知らないですよ別に行くんよ封筒松原の封筒さんね封筒さん来ると清和さんも来るんよんかいや仲いいからでしょうねそう もうこれでそのスロースさん10年八年前の人とか聞いてひどかったとっいうことはどれだけひどいんだよ、そのこれより相当ひどいわけですから <laughs>、うん、もうね頼みますよあのなんて保護観察のコーナー、うん、今日ないけど、うん、あのまだ言ってましたからね言ったレアでも、うん、薬のこと言ったって思ったもん俺も、俺もうやばいだろ。癖じゃんもう 言うなっつってんだよなマーシーじゃんマーシー笑えるかそんなのフーフーシーじゃいいよそんの <laughs> ふとしのフふでフーシーなんかないんでそのやめろほんとにじゃ <laughs> そうだよなもうそういう意味でお前の方がすごいぞその率としては言葉の薬をやりおるけんな言葉の薬じゃないんだよ薬っていう言葉を出してんだよ多分 <laughs> もうほんとにこれを機にうん。 前回もっなんか毎週ただな、言い訳を一つさせてもらうと、押田、はいまあ、が新衣装を着てきてね、うんあの、要は、大大柄、はい、の、なんかすごい見捨てたんですよ、あいつが。はい、でもあ,あれを言うしかなかったんですよね。いやいや、そこをやっぱ言葉巧みするのが芸人なんで、うんまあね、お前はだからなんでもないんだよ、こ <laughs> 言葉巧みではないが、決して。 巧みになるもうちょっとだったら一応プロなんだから人前で言うのは楽屋で言う分にはいいんですけどねまだね楽屋で言うわ楽屋で言ってあの表で喋んるのはもうそうだったらそうしよういやそれぐらいちょっとねやってくださいよでも本当にやってしもうたと思ったあそれは思ったあとその即座に気づいたこれもあるあるでそのダメあるあるというかあのなんていうんですか流れとかはまあ読めないじゃないですかあれ知ってる緊張と緩和 <laughs> ね、<笑>お笑いの基本と言われる緊張とかも知 <laughs> <laughs> ってます、ね、<laughs> まあ基本的には緊張感あるところでちょっとこう違う感じになると、まあ、笑いって生まれやすいっていう笑ってはいけないみたいなことですかうん、まあ、まあ一番わかりやすい例で言うとねそれってまあよくあるというか、うん、そこら辺中にまあネタとかでもそうですしもう、うん、上等種なんですよ言ったらね芸人って後輩とか、うん、まあ僕でもいいんですけど、うん、ライブとかでね、うん なななんか真面目なことを言いい出すじゃでまあ変な話こんなん言うのももうやぼですけど、うん、もう真面目なことを言い出した段階でボケるんだよ絶対にそっから何かあるんだよ、うん、突然真面目なことを言い出した段階で、うん、でなんかなんとかなんとかでなんとかみたいなことがあるじゃないですか、うん、<laughs> その絶対にお前は真面目なことを言いしす瞬間に、うん、いや真面目かみたいなのそのツッコミみたいなのして<あ>あの諦めてもうしょげてる後輩何度も見てきたんだよなんか <laughs> 例えば、僕がこの間もやったんですけど要はね、エルシャ・ラカーィさんがいて m 1いじりですよ、もう m 1出れない芸歴なのにっていうのを言うたをねやってるっていうのを言うために振りで僕らここに出てる全員 m 1に向けて頑張ってますんでみたいなネタも仕上げてますなのに関係なくてのオチの前に分かっおんが 真面目かみたいな言った言ってたんでそれでもうんかみんなもう多分客席全員もう肩落としてそれなんでかって考えたんだよその時ってみんな黙るからなんだよそのあそういうことか喋りやすくて多分あのついつい参加するんです参加というかそういうことだよなでもそうじゃない多分そそううだと思のみんな分かってるからうんみたいな一応その恥ずかしいけど団体系ですよね言ら言ったらそうそうみんなが作り上げてきたものをうん あのぶち壊す、い,っぱいなんですかね、そうしかも突っ込みもその大体真面目かですからね。うん、やめてくれよ、高,高さん高利さんのやつをなんか。 雑に使う感じお願いしますよあとお前がんか真面目なこと喋る時に絶対オグさんのあれもう全然違うそれもやると思ってあれも病気なの発作なのよあれこの間のレアでね「タイタンライブレア」で僕がエンディング締めようとしたらエルシャラさんとかオジオズボンさんが真ん中で言えよって言って舞台のね舞台で真ん中で僕が真面目なこと言ってもうエルシャラさんとかオジオズさんとか岡野さんなんなら炊いてるや全員が おこれは泣くやつかとかと積み上げてんだよで、うん、僕も熱いこと言って泣くとこまでみんなやってんだよ、うん、そんな中お前一人で「ハゲてるよ」みたいなそのオグ <laughs> さんの「の r 1でのネタ,ののネタ、ね、そのこそんなことよりハゲてるよーっていうねしオグさんの「R−1」ネタああいうシチュエーションじゃねえし別に <laughs> そもそもあと、あのー、お前にきつく言っとくべきことは言いづらいけど。<laughs> 全員が知ってはないから、全員がそんなことないだろ、お前はリスペクトしすぎないんだよ、先輩を、そのなんていうの、ライブ、言い方悪いけど、ライブレベルの先輩ギャグとかを、ガンガンやるだろ、なんかもう、いろんな引き出しあるもん、いやいや、引き出しじゃないんよそれはハイテンションタロットの引き出しもあるいで、いやいよできるんだ、俺。いやいや、できたから、人のだからもう、完全に。それも正直、別に知らないし。その 僕もしなんか多分なんかまあどうせキックさんどうせキックさんかなとかぐらいしかなんないからねテ、うん、ストもできるしなキックさんじゃねえからまた <laughs> ほとんど引き出しキックさんしかねえじゃねえか <laughs> キックさん一つでタンスもうけんなよ <laughs> キックさんだけのキックさんの引き出し多いよちょっと気をつけてくださいね,、まあ、ま,ねまたそれも来るかもしれないですからねそういう報告もね回、えー、お笑いのねイロハをねこの間あでもまたこのメール来るかもしれないからあんま下手なこと言えないけど、うん、あのまあまあ今度来た時によく来るかな 一回ね、いやいや、めっちゃ受けた時があったじゃないですか、ちゃんとああ、あったあった、1年ぶりぐらいにちゃんと受けて、ちゃんと受けたんですよ、1年ぶりってお前、いや1年ぶりぐらいやったでしょ、1年ぶりぐらいやったからか、しょっちゅう一緒になるヤーレンズのデイさんがびっくりして、ふとしがちゃんとボケて受けたみたいになって、あののあの、スラムダンクの、豊玉戦で桜木がゴールしたやから決めた時の、海いのリアクションでしたからね、全くしでしたよ、誰が桜木花道いや、そんないいもんじゃないですよ。 桜木は1ヶ月で成長したけど、まあ、お前十10年かけてやっと人ぼけしたんだからそれまあ、いいのも来るかもしれないしね、うん、まあそれもちょっと待ちましょう、ねあ,れはね、あとちょっと全然関係ないんですけど、うん、あのー、こないだね真面目な話いやまあ真面目に話し出したらもうそのなんかはあるよもうそう思っといてくれ <laughs> 今後一切を 僕がか語り出したら何かあると思ってもうなんかみたいな感じをやってくれ乗るわ絶対してくれそうそうそう神妙なお持ちになってそれもきついわ神妙なお持ちになられてもいやそんな話じゃないんですけどライブ終わりにまん大帝国の2人とちょっと1杯飲むかって思ってそんな姿勢で聞くなどこがかゆいんでそれ首が痛いんよああそうですかあの二人でちょっとああ ちょっと一杯飲むかと思って、行きたかった居酒屋にいったら閉まってたんですよ。でわどうしようと思ってウロウロ歩いてたら、なんかロケみたいになってて、ほらってみたらイグジットがロケやってたんですよ。あイグジットとそんな時間にライブ終わりでしょ？昼か昼だ。いやいや昼ではない夜。うんああんな遅い時間じゃなかったか。六時ぐらいか。六時ぐらいに。おロケやってると思って。イグジットだと思って。それあれみたいな。向こうも気づいて、もう普通カメラ回ってる時ですよ。 で何何みたいな、ちょっとそこで,あので出たというか、うん、あの絡んだんだですよあ出たそうそうそう、まあ放送はどうなるか、正直わかんないですけど、いろいろ話して、マンジュ大帝国じゃんとか、ウエストランドだとか、わーわーやって、いろいろ、結構いろいろやって、正直その、疲れるかどうかわかんないですけど、うん、結構長い尺で絡んだ絡み自体は相当長い尺でやったんですよ。うん 使ってよとか言いながらこんなことあんだなと思ってまずロケしてるとこあんま見ないでしょそういう遭遇することもう見ても一人だったらちょっと逃げるじゃないですかそんなのなんか満場所といたからちょうどなんかいいしライブ終わりだしなんかこうテンション上がってるしグジットだしなグジットで知ってる人でもあるしねでんかそういうことがあったんですよいやすごいなと思って偶然こんなことあんだと思って昨日 あのスロースさんの番組出させていただいたから渋谷だったんですけどああ渋谷でそのスロースさんとかとちょっと写真とか撮ったりしてああ解散してちょっと一人で歩いたら「うん、すいません」みたいな、うん、急に来て、うんあの「月曜から夜更かしなんですけど」みたいな「えちょっといいですかインタビュー」みたいな、うん、なって、うん、いやあのあそんなあんだと思っていや,そのいやあの僕一応芸人。 やっっってててるんですすすけどあ知知ままウエストランドさんですよねみたいなえ知っててくれてんかなんか今年ありましたよねみたいなうんあのなってああ知ってくれたんですあの江口ンランドの話を鮮明にしたんでそれも出るかもしれないわすげえやったもう売れるぞ歩くたびにカメラが立ってそこら中にいるんだよすげえな一1週間で2回ぐらいうんすげ2番組出る可能性んで歩いてるだけで。 すげすごいだろこんなことあるもう今度怖くなってきてか今年の頭だって八方下がりだな何だろ言われたけど八方余け行ってからかすごいな歩くたびになんかだってそんな来る見たことないだろ月曜から夜ふかしの取材してるとことかも見たことない急に物陰から出てきてしかも僕のこと知ってくれてたしすげえすごいだろこれで売れるか文字通り足で稼いでいやすげえすげえ結構その パ前もそのキングちゃんのロケにも遭遇したことはで出たしえそうなんいや大昔でだもういいよなんか絶対言ったことあるからもうめんどくせえから言いたくねえけどごめんな <laughs> だから結構そ,の <laughs> そう思ったらすごいでしょすごい遭遇して出た率というか <laughs> 遭遇して出た回数相当多いですからね、うん、ちょっとえ出たらええのになまあちょっとこれはもうどうなるか分かんないんでもし出たら、ね、絶対出たらええよないやそりゃそうだろう <laughs> そりゃそうだよ <laughs> 大発見みたいに言うのよ当たり前のこと <laughs> ええー、いきますよ <laughs> ええー、も是非不調でございます、はいえー、それではそろそろ行きましょうウエストランドのブチラジ<笑>,笑うな<笑>、えー、今日のブチラジまずはこのコーナーからです普通の歌のコーナー、えー、普通の歌を送ってもらってます行きましょうブチラジネーム無農薬動物、うん、井口様河本さんこんばんははいこんばんはブチラジラッパーファ,ーファミリーのスロースさんの新曲「うん、何にもないの」MV 見ましたうん 井口さんが漫才のネタやぶちラジぐちラジで言ってきたことが歌詞になっていて、ね、ソルジャーにとっては嬉しい曲です、うん、映像も「タイタン」の芸人さんがいっぱい出演されていますし、うん、ダンサーのセクシーなべべさんと河本さんの背中トントンが。うん あの開演の件を表している感じでいろいろと楽しめました、うん、とにかくスロースさんがウエストランドのことをどれだけ好きか分かりました、うん、スロースさんとても素敵な曲とミュージックビデオをどうもありがとうございましたこれは本当にすごいですからねありがとうございましたぜひ、ね、見ていただきたい、うん、何回も何回も見ていきたいいろんな発見もあると思いますしねぜひ見,、うん、見ていただきたいですなんか最初ちょっとみんな笑ってたんだよなんかあの予告編とか見た時 井口がやってみたいな、なんか、笑うスタンスで待ってたんだよ、みんな、マジで腹立ったけど、僕は、いや、笑うやつじゃねえしと思って、笑うスタンスで、なんか、みたいな感じだったけど、完成を見たら、あれ、めちゃくちゃいいじゃんって、みんな、いや、本当にそう、ちゃんとストーリー仕立てになってるし、僕らのネタを踏襲してくださってもいるしね、もし見てないという方いったら、どんどん見てください、YouTube で見れますんでね、見てください。 えー、スローさん来週来ますんでやったねいろいろ聞いてその辺もいろいろ話も聞いていきましょうね、うん、えー、以上つおたのコーナーでした続いては「教えてウエストランド、えー」皆さんからの質問や疑問に僕ら二人が分かりやすく答えるというコーナーですいきましょううちら字ネーム佐々木 うん、井口さん小本さんスタッフの皆さんこんにちははいこんにちはブチラジオを聞き始めてからほんの数ヶ月の新参者なのですが、うん、最近ついに視聴中に YouTube アプリが強制終了したり <laughs>、はい、スマホが勝手に再起動したりすることが増えました<う>そのたびに改めて YouTube を開き視聴履歴からブチラジに飛ぶのがとても面倒くさいです <laughs>、うん、それにこのまま行くといつか iPhone 本体が本格的に壊れてしまいそうでとても怖いです、うん、これがウエストランドの呪いですかとそうです そうですはい次行きましょう紛れもないそうですよブランドの事実ですそうですよはいこんにちは井口さんの大好きな気温について質問がありますおお大好きなわけではないけどなみんなが分かってないから言ってるだけでままだ大好きで大好きではない私はチャリと電車で大学に通っているのですが、うん、チャリを漕いでいる時気温に最適な服装ができたと喜んでいたら 電車でししっぺ返しを食らうことがほぼ毎日あります、うん、どうしたらいいでしょうか助けてくださいちなみに上着は絶対に脱ぎたくありませんいや死ねそんなんでそこだろ完全に脱い、ね、しかもそのまあ電車の気温うんって割と僕憤ってないんだよな実はそうそ電車の気温に起こるやつすげえ多くない,多いとか店が暑いとか寒いとか、うん、あんまなんか気になんないそれは正直 うん、腹は立たないですよね腹は立つというか、気にもそんなになんない。うん、じゃあないんで、こいつも勘違いしてるのは、うん、電車の気本と思ってるけど、立ち止まった時のやつですからね、うん、焦って。そうだと思うよ、チャリ降りた後の、たぶん、名残だろ、あれ。そうそうそう、絶対そう、だからチャリをその本気でこいでんだろ、こいつは。うん、もうちょいゆっくりこぐとかするかタ、タブシンぐらいこいいいう ごめんごめんもうスルーしていやいやスルーできないできない <laughs> 怒りたい怒りたい <laughs> いやそ誰よりも先に笑うなあタブシンの話してもいいけど <laughs> ポーカーフェイスでやってくれもうちょっとなんでこれはまあ、あのー、か薄着でいくかだもうどっちかというとね <laughs>、うん、脱ぎたくないならタブシンね中学校の時のチャリこぐのがやったら早かったやつね田渕慎治君な、うん、その一派ね全員早いんでチャリのことをタブシン一派って呼んでたんですよ僕らがねどうでもいいやそんな話 まだありますか?。まだあります。ブチラジネーム京都に今日泊まるわ。なんでこいつ。<laughs> ね、お前に言われたら余裕だよ。<laughs> 井口さん、河本さん、こんにちは。はい。僕は河本さんの自分を汚してでも、井口さんを守ろうとする優しさと弱すぎるボケが大好き。誰が弱い?。そこで質問です。河本さんは初めから芸人を目指していたのですが。いたのですか?。 小本さんののののよううななタイプの方はほぼいいいと思うのですが、うん、この気づいた<え>最初にぶち立ちネーム読んでから読み終わるまでの間すうす、あのー、このメールの人とお前ですげえ滑ってるから <laughs> なんか変なツッコミみたいなのあったしそ<う>なんか変なボケで変なツッコミみたいなのあったし初 <laughs> めからってどういうことなのいやだからちゃんとお笑い目指してたらもっとしっかりボケるししっかりツッコんだりとかするのに<ー>こんなやつが本当に芸人を目指してたのかってことでよ初めからってどっから 初めからっていうかちょっと言葉のあやではあるけど要は学生始める前にちゃんとお笑いやりたくて入ったのかとかそういうことでよちゃんとやりたくて入ったそうそうこの内容が気付いてないぐらいだからもうどうしようもねえ理解力がないでとにかくお笑いが好きでお笑いを芸人になろうと思ってなったうんそう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 ねで10年経ったでこうなったんだよなこうなったしょうがない完成形じゃん完成形じゃねえわそんくらいですかね以上「教えてウエストランド」のコーナーでした 続いてはこれいけますか、えー、他人から薄い行為を感じエピソードを送ってもらいそれがいけたかどうか僕が判定するコーナーですはい行きましょうブチラジネームジョイマンうん。ジョイですね女の医者のマンじゃねえだろじゃあ、うん、ジョイだとしたらマンじゃねえジョイウーマンだろ忙しくて立ったままカルテを書いていたら男性看護師が先生どうぞと言って椅子を差し出してくれました、うんうん、これっていけますかいけるわけねえだろ立って書くなカルテ見てなんなかったなその様が かっこいいやい,いえ、かっこいいけどやっぱその大変そうだからいつ差し出しただけだろまあねあいけるかその気遣いだな気遣だったんですね本当にジョイなんすごいっすね、うん、ブチラジネーム加藤チャリ、うん、10年ほど前僕が20代半ばの頃キャバクラ嬢と天外デートにこぎつけたのですがうん <laughs> うんすでに香ばしいなだいぶい香ばしいぞいざ会うなり彼女から突然撤去された自転車を一緒に取りに行ってほしいと頼まれま <laughs> 香ばしいな <laughs> うなぎのの焼きぐらいぷててんぷんですねんぷぷんんだなバスに乗るなどそこそこの移動を経て無事 <laughs> 自転車を取り戻すと、うん、彼女はお礼しなきゃねと言いました、うん、彼女はなんとその場で自販機の缶コーヒーを買ってくれたのですいけるかそんなもんこの世で一番面倒くさいのがチャリー撤去された時取りに行く作業ですからねうんしかもそれを 絶望的なななののとこそそうそうだかからこのバスとか本当乗り継がいいけないいやあるんですよバス乗り継がんといけないところがそ,うそ,う <laughs> それを天外デートと呼ぶな <laughs> その後の記憶はありませんが自転車に乗る彼女の後ろ姿が美しかったことは脳裏に焼き換えられとる <laughs> その後の記憶なんでねえんだよ <laughs> おそらくそこで終わったんで記憶も何も飛んでないから大丈夫だよ記憶そのままでおそらくそこでそのまま帰っただけでお前が見たのは缶コーヒーを奢ってくれる姿とあと後ろ姿しかないんだよもう <laughs> それ以外の思い出ないんだよ俺すごいなでもこれはすごいね いいですねなんかそのどっか飯にも行かんかったねだそうでしょうね結構時間かかるもんだって取り行くのに <laughs> すごいなブチラジネーム西内マリオいいよやめとけもう会社でニムリを繰り返していたら女の先輩に「そんなに寝るなら病院行って薬もらってきたら?」と言われましたこれいけますなんでだよ <laughs> <laughs> いけるわけねえだろってかこいつ怒られてんだよ気づけ嫌み言われとん、ね、嫌みですからねブチラジネームキガ2本林ね テレビ番組で好きな男性のタイプについて聞かれた石田ゆり子さんの答えが僕に当てはまっているように感じました、うん、<laughs> これいけます <laughs> 一番やべえよこいつがこれはやばいねいけるわけねえだろお前に当てはまってねえわしかもこれはやばいこれは一番やばいな 絶対当てはまってもないし危ないな危ない的に危ない気をつけてくださいね今日も全員いけません以上「これいけますか?」のコーナーでしたさあエンディングいきましょうかブチラジア YouTube とポッドキャストで配信しています YouTube でご覧の方は高評価ボタンを押していただけると助かりますお願いしますチラッと言いましたけど18日に拝借ライブやりますんでちょっと内容とか出演者まだ決まってませんが前回ねよく集まってくれましたよね本当にそうありがとうございましたお昼なのにね よくやったのに50人ぐらい来てくれてありがたい限りでしたからね、うん、ありがとうございました、えーね、次もぜひねちょっとお忙しいと思いますが皆さんのパワーをね,そうですね吸い取らせていただいて、ね <laughs> セルじゃねえか人造人間か人造人間のシステムでやらせていただきますのでねそちらもお願いしますあと僕がやってる「井口と七人の小人」っていうちっちゃい芸人を集めるそれが17日にありますんでそちらもぜひお願いしますその後に k ケ p r o さんの「プロジェクトニューズ」っていうライブもッユニトでででねややりますんんあれ誰るしたっけ僕は時置の笹君とおとぎ話の花里君ですなかなかのメンバーですねそう余り物り物でこういうねオールスターズでやりますからね そうそうえ僕はあの奥村うどんとやりますんでねこれも余り物なんですけど余り,物余り物 <laughs> 最後井口の取り合いはありましたけどねファッと<や>。 違うよ、ネタかけないやつがボコ取り合ってじゃんけんしたんだろそうそう,そう <laughs> で笹ササ君と花里が負けて僕と組むことになっちゃった聞いたぞそのその中でお前が一番僕を欲しがってたっていうシャッフルでやんなきゃいけないのに、うん、俺が井口と組むんだって聞かなかったってみんななんか言ってたぞ <laughs> そうあのボケとかじゃなくて本気でねそうそういい話ではあるけど本当にやめてくださいって後輩が言ってましたよその <laughs> <laughs> 3人だったらええかって言った <laughs> やめろもうそんなの、えー、いろいろライブとかありますしまあ m 1もだから次週は実はもう m 1準々決勝終わってますんでね終わってますか結果出てるかどうかわかりませんが こちらも楽しみにしといてください。はいえー、スロースさん来ますんでお願いします、えー。メールの方もぜひどんどん送っといてください。もうやめとけよ本当に、えー。ウエストランドのブチラジ今週はここまで。また来週さよなら。さっさ。